よし。こんばんは。何をすることもなくただ集まる6畳のルームででかい夢ばかり見る少年。いつだって心の中どうやって拡散するんだ。心と変わらない傷の舐め合い、くだらないことで笑ってバカやってまた寝て。そんな聞こえますか。ひたすらに流れゆく互いが互いに迫る未来でも怖い。こんな日々もそう長くないってことはお前らも気づいてる、知ってる。そうだろ、カーテンが夜風に当たりすなり。でも少しは YouTube から通知来てる。気がするのを恐れた速さに戸惑い、また火つける27AM。 あれこれやけに悲しそうな顔してさ、この時を見つけたら、こういう鳴き方がちょっと前やつってる。どうすればいいんだ？あ、あった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 。ありましたありました。来た来た来た。めちゃめちゃ急だけど。ツイートできました。いいのかな、これで。ドラマ見てたんか。ありがとう。いや、来ました。こんばんは、こんばんは。まあまあ急ですけど、急ですけど、ちょっとなんかやりましょう。せいせいせい、こんばんは。電話の時何話すか。電話の時、あれね、電話じゃないんだよ。あの、あれよ、ビデオ通話ね。そうそう、何話そうかね。急でびっくり。急です。今日は急です。こんばんは、お元気ですか。僕は元気です。元気ですか。金麦飲んでました。せい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 。元気です。晩酌しようか迷ってたところでした。何気に初コメントさせていただきました。ありがとう。
せいせいせい。まあなんかゆるーく今日は、まあ、急だしなんかゆるーく喋りましょう。755ってアプリ覚えてますか？覚えてるね。懐かしいアプリでしょ。前やってたよね。何年前ぐらいだっけ ?3 年前ぐらい。リフ君、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。こんばんはっす。まだそれ飲んでないんだよね。ここにあるわ。ギザエモン。土曜のやつ楽しみにしてます。ありがとう。こちらこそ楽しみに待ってます。あのね、土曜日、あれですよ。土曜日。あさって？もしかして。あのね、1対1で、なんかテレビ電話で話すっていうのをやるのよ。だから、ちょっと楽しみにしててね、俺も。その、まあ、あれだよね。今まだ買えるのかな？今ネットで買えるんだけど、ぜひぜひ、一応ちょっと話しましょうよ。ノーマルカメラじゃない？なんかフィルターとかあんのかね？いや、俺もね、結構楽しみなのよ。だって、まあ、普通に考えて、あれだよね。そんな、ちょっと、なかなかないからね。ビデオ通話っていうのが。美肌フィルターみたいなの1個ありました。リサーチが早い。お。そうなんだ。なんかね、まあでもこう会話形式、会話っていうか顔見ながら会話できるみたいなやつだから。なんかシミュレーションみたいなできてる。へえ、できるんだ。だから俺がこう今このパターンでこっちに俺が画面で見れるってことでしょ。楽しみだね。いや、俺もさ、ちょっと、みんなに会ってないから、ね。この前の天てれ舞台見ましたか？見てないんだよ。ちょっと見たかったけどね。見れなかったな。使いましょう。フィルターを。絶対緊張して喋れないと思います。大丈夫です。喋れ、もう。俺がちゃんと喋るから。緊張してた方大丈夫、大丈夫、大丈夫。あと2日。バイト終わったので断言で用意して見てます。お疲れ様。お疲れ様、バイト。運よく仕事休みだったから、最高。おほ。お疲れ。初めて生配信来れてありがとう。ゆるくゆるく。ちょっとさ、その日バイトなんいや、バイトの服でやろうよ。今日は何してたんですか？今日は、そうだね。まあ、とりあえず起きて、飯食って、で、まあ、曲作って、まあ、あとは、映画やらなんちゃら、アニメか、見て、感じだね。今日はね。今日はね、あと編集は、今日はしないな、編集は。YouTube の何やろうかなっていうの考えてたりとか、してたかな。こんばんわんこそば。こんばんわんこそば。仙台の時、
会いに行ってました。その時は中学生だけど、今年20歳になります。おお、おめでとう。また会おうよ。了解しました。前髪切らないの？いや、切ろうとちょっと迷ってるよ。まあ、今、サロンもね、ちょっと行けないからさ。おうち時間楽しんでますか？おうち時間。まあ、楽しんでるっていうか、もう、楽しめないよ。まあ、楽しんでるけど、早く外出たいし、早く、そうだね、シワやりたいし。みんな見てくれましたか？俺とカズマで。今なんか、二人で、芝居やってるのを YouTube に上げてるんですよ。ケテルの、ケテル TV ってやつに。それ見てほしいし、まあ、あと、今、旅の京都編を、結構毎日、みたいな、ね、感じで、更新してるんだけど、まあ、それも見てほしいな。そうそう、キャッチの役やってますよ。そうだね。そう、舞台が3本か。2本中止の1本延期になっちゃったから、まあ、今ね、家でできることをやるしかないですからね、俺は。うん。大阪。大阪行きて、京都も行きたいけど大阪も行きたいわ。拝見しましたよ、ありがとう。こんな感じで、いや早く仕事したいよ。仕事っていうか芝居したいね、みんなとライブもしたいし、まあ、何よりね、ちょっと本当に、まあ、早く普通に会い、多分みんなと会えてない期間が結構ね長いんだよね。それこそ最後に会ったのってリリースイベントだよね、名古屋の。それ以来会ってないからね。とにかくみんなとかと、こんばんは、こんばんは。運転しながらカブトムシの話そう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 、カブトムシの、今度ねカブトムシ取りに行こうよ、みんなで。地上ライブせめて配信できて、そうだね、本当によかった。これ配信できない可能性もあったからね、できてよかったです。そうだね、リリーベから2ヶ月経とうとしてます。もう2ヶ月も経つんかって思うけど、ちょっと寂しいよね。バスツアーバスツアーでやりたいね。もうハイトーンにはしないんですか？いや、したいよ。したいけど、まあ、ここだけの話、その5月の舞台、結構イケイケな役で、髪の毛も染める予定だったんですよ。役でね。まあでも、もうそれがなくなっちゃったから、また苦労って感じですかね。カブトムシ取りに行こうよ、取りに行こうよ。みんなで行こうよ。行くって言ったら、来てくれる人いんの？カブトムシ。カブトムシイベント来てくれんの？もうシカゴと網持って本気で参加するか。やるよ。みんなで取ろうよ。ちょっと田舎の方行かないといけないかね。春休み、字が書いたら、フラッシュの、その、チェキとか、短編に書いたら、あ、懐かしいね。ありがとう。どこ出んの？カブトムシとか、ミヤマカブラとか、いろいろ出るって。触らなくていいだろ。触らなくても大丈夫。田舎やから慣れてる。慣れてる。いや、マジちょっと、カブト取りに行きたいね。虫大丈夫なんですか？あのね、動画見てほしい。ケテルの、今、
田中耕也へ行くっていうあの動画を出してて、今シャープ2まで出てるんだけど、それで俺の虫いけんのかいけないのかっていうね、ちょっとわかると。ありがとう、見てくれて。そう、虫キングの話もしてたっしょ。虫キングにないやつはないか。基本虫キングで覚えたから、いろいろ。めっちゃ田舎の山。このカブト取りに行きてえな、今年は。今年カブト、だから俺がやりたいのは、カブトを取りに行くのと、魚を釣るっていうイベントをやりたくて、まあ、ね、それをやりたいのよ、今年できれば。それあるかね。虫キングガチ勢だったんですか。ガチ勢。いや、そうそう、あ、思い出した、虫キングの懐かしい話あるんで。え、アイコのカブトムシね。1億年ぶりに動いてるし、1億年生きてたのか。どっちもできるよ。おお、やりてえな。そう、ラブ&ベリーな。懐かしい。今来ました、ありがとう。ミヤマクワガタって知ってるよ。あのね、これ虫キング前多分小学生ぐらいの時やって、で、まあなんだろう、その時めっちゃ近くのタオルキャスコみたいなとこだよね、知って。で、俺ジラファノコギリクワガタみたいな、すっげえパワー200超強いの持ってて、で、それをあのなんかね、並んで、虫キングって全盛期だからめちゃめちゃ並ぶのよ、虫キングのあのやるために。その時にあの並んでた人にカード見してって言われて、あ、いいですよって言われて、で、もう見したら、で、持ってたのね、それ。で、使ってたのは多分近かったんだよ、その時。で、こうカードケースみたいなの入れて、見したら、いや、それ多分パクられたんだよ、帰ったらなくて。やられたやん。パクられたんですよ、ちょっとお兄さんみたいな。やられたわ。超ショックだった。ギラファンのコギルクラだった。パクられた。カブトムシ、あなたもどっちもできるから、行きたい。どこに住んでるの？カードファイング、そう。カードで、妹は、ラブ&ベリーやってたから、俺 DS で、DS のなんか、やつでできんのよ、ラブ&ベリー。昔の DS ってアドバンスにさせるから、そこに刺して、やるやつだって。いや、それやってたな、妹の借りて。やったわ。しかもついこの間もなんか最近ラブ&ベリーじゃなくて超なんか進化したやつ買って、そう、友達とやったわ。この年で。この年でやるのっていう感じだけど。今来ました。お久しぶりです。久しぶり。あ、虫キングも DS のやつあったっけ？マジで、おばさん、ラブとベリー。ラブ&ベリーは妹のやつを借りてやってた。ヘラクレス出たけど、ポケモンでレアキャラもらうか。ヘラクレスめちゃめちゃレアじゃん。ヘラクレス、なんだっけ、大カブト。めちゃレアよ。ヤングラス。そうそう。カードなくすのめっちゃあれだよね。萎えるよね。
ついてきていや、どうせ僕に一発つけた話、そんな話、飽きた。電車通って、そう、電車。しかに。ああ、あさって楽しみだな。あさって、みんな申し込んでくれましたか？話すの。楽しみにしてます。めっちゃ話そうや。そう、カードは、虫キングと、あと、デュエルマスターズはやってた。しかもさ、なんか、後の方からさ、こう、技とかもなんか結構、強いの出てくるんだよね、あれ。遊戯王？遊戯王やってなかったんだよ。遊戯王。あ、そうだ、前回のさ、あの、ライブ配信とかも残してて、今回のライブ配信も残すから、まあ、なんか、しばらく見てください。火が入った。って感じですかね。遊戯王だけはなぜかやんなかったんだ。なんでだろう。弟がカードやってた。最近甥っ子と戦隊カードゲーム、戦隊カードゲームなんか今やってんだ。あるんか。この後前回のライブ配信見ますね。ありがとう。いや、もうなんか、もうおうちディズニーこれ合ってんのこれ。金麦ね。ちょっとおうちディズニーしようぜ。ああ、うめえうめえ。ペンペペ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 ペこれ完全におうち時間でしょ。いや、違う。これ友達と買ったの、前行った時に。みんなこれつけてたの。でさ、なんだろう、みんなこうさ、多分女の子がこれちょこんってつけるんでしょ。こうやって。ちげえからもう。こうやってつけないんだ、やっぱ。これね、あの、あれで、俺の、なんか、お風呂上がりとかに使ってるやつ。化粧基本的しないからさ、髪の毛がちょっとだんだん長くなってきて邪魔なんだよ。そう、普通に洗顔するときとか、普通に前髪邪魔だなみたいな感じのときにこれをこうつけて家で、そう、髪の毛もあさってそれつけてやってください。これでライブ配信するの。あのね、マックを新しくしてからほんとサクサクだわ。そう、普段使いしてる。あとは、なんだろう。前髪ちょんまげしてください。あさって家でやるよ、多分。他に持ってないの？他はまあ持ってないね。もうないね。ほら。
髪の毛のゴムとかも買わないし、それぐらいしかないからね。ここね、前髪伸びてるんですよ、ほら。伸ばせば多分鼻ぐらいになってんじゃない？めんどくさいっていう理由で。マック大好きだよ、マック。マック俺めちゃめちゃ好きだよ。マック超好き。まああの、この、そのさ、YouTube の、まあ今なんか、その、やってて企画みたいなのを、あの、ケテル TV で、ドラマ、俺とカズマで、まあやってるんだけど、それ第1回本か。本って言ってもなんか内容ストーリーを書いてて、で、マック好きすぎて、あの、次の YouTube のやつ、マック入れたもん。あの、あれに。なんだっけ、その、シナリオの中にマック入れた。新作は食ってないな。田中さん元気そうで何より元気ですよ、僕は変わらず元気だよ。これ見た？見えないな。これこれあさって4月18日の1時半から2分間のこう一緒に、なんだろう、1対1でこうビデオでね、個別配信をすることが決まったんだけど、18日と25日ね、ぜひぜひ一緒に楽しめたらいいなーって思ってるんで、25もあるの。18、25やるから、うん、ぜひぜひおうち時間だから、ね、みんなでなんかおうちで楽しめるようなことをしていきたいから、立てる。25日の方申し込みます。ありがとう。初ライブ初コメです。ありがとう。起きれないから夕方のやつ買います。買ってください。話しましょう、一緒に。仕事か。そうだね。多分遅い時間、夕方とかもあるから。ぜひぜひ。しかもバイトで個別配信いけない。ごめんなさい。あ、全然大丈夫です。また次の時にして。くらい。そんな時間ない。ね、なんかいっぱい話したいことあるでしょ。あるよ、俺は。初めてでもぜひぜひ、なんだろう、はじめましてしましょうよ。夕方もあるよ。1時から結構夕方の夜、夕方ぐらいまでやってるから、ぜひぜひぜひ。初見です。ありがとう。 YouTube 見たりするの？ YouTube 見るよ、そりゃ。夕方売り切れって昼しか残ってなかったです。みんな逆にすっぴん見たいんですけど、僕は。皆様のおうち時間で。あ、7時前まであるって。7時前まであるみたいだよ。これ東京まで行くんじゃなくて、あれなんだよ、ウェブなの。ウェブで、だからここにこう一緒にこういう感じで話すみたいな。ウェブで。すっぴん焼きを。勝間君とのコント動画、
ありがとう。多分また出すから。多分っていうか出すから。こんばんは、今来ました。ありがとう。来てくれてありがとう。そりゃスピン好きだよ。起きれたらちょっとね。全然メイクしなくていいよ。なしでいいからメイク。夕方もあるみたいだよ。YouTube 積みますよ、僕も。YouTube 好きで。見に来るの遅くなっちゃった。ありがとう、来てくれて。渡辺焼きね。あ、てか、コメントたくさんありがとうね。きねさん。私服着るのはちょっと。肌は荒れてるから化粧。いい、大丈夫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 。今気づいた。ありがとう、来てくれて。そうだよな。じゃあ待ってるわ、化粧した綺麗な姿を。いや、よかったわ。なんか急にやってもみんな来てくれてありがとうね。本当に何も告知とかも何も、本当に俺の独断と偏見なんだけど、ありがとう。YouTube 撮らない、撮りたいな。そこ出ないが、撮りたいんだよ外で。読んでくれてたんですね。読んでますよ、読んでますよ。アメブロはどうなりましたか。アメブロね、そうだね、更新したってね。やる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 よ。電話の前にインスタライブでメイク配信しようかな。インスタライブめちゃめちゃハマってるやん。こう YouTube ライブは自分の曲しか流せないから気まぐれって気まぐれっす。なんかトップ画像こうやってピッチちゃんって言って、YouTuber っぽい動画た、俺 YouTuber っぽい動画撮れないと思うよ、多分。普通に。おうち時間が多いから最近インスタライブハマってる。最近インスタライブしてる人たちいっぱいいるよね。まあ俺も言うてしたんだけど、おとといか。トップ画像のピース結構面白い。あ、チャンネル登録ありがとう。昔 LINE ライブ毎回見てました。ありがとう。あの、YouTube ライブも見てよ、毎回。全然関係ないけど、コロナがあっても仕事上休みにならなくてって、そうだよね。仕事はやらなきゃいけないっていうか、ある仕事はあるもんね。みんな頑張ってね。あの、そう、仕事がある方は。全然関係ないけど、あ、いるんだ。最近なんか運動とかしてますか？運動ね。でもちょっとね、散歩には出かけたりとかする。あの、それこそちょっとなんか外の空気吸いたいなとか思っちゃうからね。コロナの就活、そうだよ。新しい職場で上司と年下王子様の話で盛り上がりました。ありがとう。そうだよね、どうなりそうでさ。ズーム飲みね。でもこないだした、あの、地元の友達たちと、あの、ズーム飲み、ズーム飲みじゃない、LINE、LINE2、あの、ギター触ってるよ。ギター、ここにあるわ。鼻が好き。ありがとう。チーチャス、LINE ライブ、ショールーム、YouTube と、地
情報ありがとう。ために入れてくれたんだね。嬉しいよ。お、もうこの金麦が開いたら、そうそう、押しないから。ブン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 。あ、お腹空いてきたな。イエイ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 。お子様だからワンカンワンワピワンワピワンワピって何？ワンワピって。夜ご飯食べたよ。しれっとさっきゲップしたゲップじゃないよ。あ、この曲いいね。ありがとう。俺が初めてラップ作った曲になったら。リキ君、地元コロナ大丈夫ですか？仙台ちょっとコロナ、やばいらしいよ。ちょっと、そう、お母さんに連絡したら。ちょっとマジで休憩終わったら離脱新年配信楽しかったよ。ありがとう。ビールは1位だね。お酒の中だったら1位です。ビールの美味しさが分からないでも、ビール好き嫌いあるからね。岩手すごいよね。岩手バンド最新ググってないな。バンド最新ググってないけど、テンパレ好きだよ。テンパレ。お酒は好きだよ。じゃあアーカイブは残しとくね。もう開いちゃった。いいんだ。お、ありがとう。仕事頑張ってね。ありがとう、来てくれて。おつまみは食べずに飲んでるね。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。あさって配信じゃない、あ、配信か。こう1対1でトークイベントあるから、まだ多分変えるんですよ。まだ変えるから、ツイッターとかに詳細載っけてるんだけど、ぜひぜひ一緒にね、お話ししましょう。体調に気をつけて、みんなも体調に気をつけて、またやるから来てや。これはアーカイブ残しておくね。ではまたお会いしましょう。あさって楽しみにしてます。ではでは、お疲れ様でした。ありがとう。あ、このグッドのやつみんな押してね。あと動画アップしてるやつコメントとかくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。元気出ます。はい、ちょっと好きです。いきます。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。ありがとう。お疲れ様でした。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。